ありがとう。私の話を信じてくれて。ほら、食べ物になってくれた命が受け継がれていくのを私が見たって話だよ。あのね、私分かったんだ。どうして過去の世界の記憶が私にあるのか。きっと原初の世界から続いてきたたくさんの世界からのプレゼントだったんだ。未来をつないでいけるという証、希望のプレゼント。この世界が実りを迎えて新しい世界がまた生まれるとき、私たちの記憶も受け継がれていくんだね。ずっと続いてきた記憶、今度は私たちが希望を届けなきゃ。生きて、みんなでいっぱいの可能性を学んで。ウィルさん、何か依頼ですか？切り株から渦巻きふすべのドクメントのかけらを採取した。このドクメントの残りを埋めていく必要がある。でもどうやって？ケイブレックスという魔物が渦巻きふすべを常食していたという記録がある。ケイブレックスに食べた渦巻きふすべのドクメントがあるかもしれないんだ。それで渦巻きふすべの完全なドクメントが手に入るのかもしれないのね。かけてみたいんだ。この依頼を受理してほしい。はい、わかりました。ミブナの里には変わった習慣がありますのね。まあ正月や盆なんかは確かに他の地域にはない風習みたいだね。正月、盆、何の話をしているの？ああ、正月と盆の話をしてたんだ。ミブナの里に伝わるちょっと変わった恒例行事でさ。恒例行事、それは何をするものなの？餅という白くて伸びる食べ物をみんなで食べたり、羽根つきという遊びをして新しい年をお祝いするのだそうですわ。餅、羽根つき。餅は気をつけないと喉に詰まらせて亡くなる方もいるそうですの。まあ、たまーにだけどね。羽根つきは互いに打ち合って負けた方が炭という黒い液体で顔に罰を書かれる遊びだそうですわ。打ち合って罰を。まあその習慣もだんだん廃れて。ってソフィー、どこに行くんだい？なんだか表情が暗かったですわね。何かしら。
今回の仕事ではコンフェイト大森林に行ってもらうね。あそこにいるケイブレックスという魔物が渦巻きフスベを食べていたって記録があったらしいの。それでケイブレックスに渦巻きフスベのドクメントがあるかもしれないってことで今回行ってもらうわけ。同行者はセネル君とティア。ごつーい魔物を相手にしなきゃいけないから大変だろうけどお願いね。まずはそいつを探し出さないとな。リタから渦巻きフスベのドクメントピースが入っているギベオンチップを借りてきたわ。これをケイブレックスに当てればドクメントを採取できるらしいの。そう簡単に採取できるとは思えないけどな。そうね、戦闘になることも考えられるわ。そういえばティアは歌が得意なんだよな。誰かに習っていたのか。そんな話誰に聞いたの。別に得意っていうほどじゃ。そうなのか。でも聞いた話じゃあんまりみんなが歌えない特別なのも歌えるんだろう。特別。そうね、そうとも言えるかしら。私が歌うのはとても古い歌で、言葉や歌そのものの意味を正しく解釈するのがとても難しいから。よくわからないけどすごいんだな。そうだ、機会があったら今度聞かせてくれないか。私の歌を。他に誰がいるんだ。いえ、そんな風に面と向かってお願いされたことがないものだから。でもありがとう。そこ、礼を言うところなのか。なんだか照れくさいな。セネルは以前保安官の仕事をしていたそうね。長く勤めていたの。誰からそんな話聞いたんだ。別に保安官をしていたわけじゃない。ただ世話になってた人間が保安官みたいなことをしていて、その仕事を手伝ううち周りが勝手にそんな風に茶化して言うようになっただけだ。そう、周りが勝手にね。
なんだよ、その含みのある言い方は。不本意そうに説明する割にはちっとも表情が嫌そうじゃないんだもの。素直じゃないのね、あなたも。ブレックス、よし、安全にドクメントを採取するためにもまずは動きを封じるぞ。さっさと行くわよ。ほら、ギベオンチップにドクメントが入ったわ。そうか、じゃあこれで仕事は終わりだな。いえ、今のはあくまで渦巻きフスベのドクメントの一部が手に入っただけ。まだ集める必要があるわ。じゃあまだケイブレックスを探す必要があるんだな。ええ、もっと奥へ行ってみましょう。日が立っているわ。戦うしかなさそうね。一気に畳み込む。行くぞ。さっさと行くわよ。マジンテンソーガー、しっかりしなさい。メディテーション、どうだった。天竜拳、
どうだ、渦巻きふすべのドクメントはあったか。ええ、でもあと少し足りないみたい。まだ採取する必要があるわ。まだあんなのを相手にしないといけないのか。ここにもいたか。向こうもこっちに気づいてる。来るわよ。さっさと行こうよ。ほっ、はっ、ゲンジャー！ベルエンハンス！ガー！源流剣！メディテーション！ほら！ほっ、はっ！爆ガラン！
渦巻きふすべのドクメントが全て埋まったわ。任務完了か。それじゃ船に戻ろう。ええ。お疲れ様。これで渦巻きふすべの完全なドクメントが手に入れられたんだね。これで潮水晶、釣り鐘トンボ草、渦巻きふすべのドクメントを組み合わせて封印次元を作ることができるわ。長い道のりだったね。あの暁の従者の二人の働きで、侵食浄化はもとより、また世界中の人々が手をつなぎ始めたそうよ。握手であなたの能力と助け合うためのつながりが作られているの。一人のディセンダーから希望の光は世界中に灯っていく。私たちはその神話を今まさに目にしてるのね。組み上げたドクメントはマナの流れに乗せて世界中へ送り込めばいいの。それで封印次元を形成できるわ。封印次元を作った後は世界中を媒体にラザリスの情報を送信させればいいの。となるとこの計画は聖地ラングリースで行うのが良さそうね。よし、急いで準備を始めましょう。それまで待ってなさい。
と行こうよ。えいひょっ、行こうよ。えいひょっ、行こうよ。えいひょ、えいひょ、行こうよ。えいひょっ、クロエ、どうよ。逃がさないわよ。行こうよ。えいひょ、行こうよ。えい、行こうよ。えいひょ、行こうよ。えいひょ、来た。あ、えいひょ、行こうよ。えいひょ、クロエ、どうよ。逃がさないわよ。しない方が良さそうって言ったけど、あれ、謝るわ。ごめん。いや、あんたが良くても、私は筋通しときたいんだもん。つか、ディセンダーがどうとかじゃなくて、私もやれることをあんたみたいにやればよかったなって。あの時は甘ったれてたわねって思うわ。そんだけよ。ただあんたって予言で伝えられている通り世界を救ったら世界中へ帰っちゃうわけ？ああ、聞いてほしくなかった。とにかくさ、あんたがいなくなったらここのみんなが悲しむじゃん。そうは言っても私たちはあんたの決めることを止められないけど、だってあんたは誰にも何にも縛られない自由なディセンダーだからさ。ま、そういうわけで前の言葉取り消すわ。本当にごめん。なんだよ話って。ホスチアにまつわる事実、世界の情勢、全ては明らかにされ、徐々に事態は収束し始めている。約束だユーリ、そろそろエステルを返してくれってか。悪いが、それは本人と交渉してくれ。お前だって無理やりエステルを連れ戻したくはねえだろ。もちろんそれもある。でも、それだけじゃない。
ユーリ、君も僕と一緒に騎士団へ戻らないか。何を言い出すかと思えばその話か。冗談ではないことくらい君なら分かっているだろう。だったら俺がどう答えんのかもお前には分かってるはずだよな。やはり口では君にかなわないな。今さらだろ。ふん、じゃあやっぱこいつで来るか。君はいつもそうだな。まったく昔から変わっていない。お前にだけは言われたくねえな。時間と場所は追って伝える。そこで全ての決着をつけよう。ああいいぜ、受けて立ってやる。つまんねえことに巻き込んじまって、あいつもいつまでエステルに固執する気なんだろうな。任務に忠実なのは結構だが、そのせいで毎回振り回されるのは結局俺なんだよな。フレンにしろエステルにしろ、どうしてこうも厄介事ばかり運んでくるかね。特にフレンは昔っから融通きかなくて頭固くてさ、そのせいでいらん苦労まで背負い込んで。おっと、ちと長話が過ぎたか。どうも愚痴っぽくなっちまうのは、いろいろあったってことなのかもな。あいつとは。行くわよ。
っとこんなもんだ。招きどうもありがとうさん。気持ちは変わらないのか。何度も言わせんなって。お前にはお前の、俺には俺のやり方がある。そん万人が等しく扱われる法秩序を築く、それが僕の願いであり目的だ。だけどユーリ、君だって思いは同じはず。だからこそ一度は騎士団の門を叩いたんだろ。じゃあお前、騎士団に入って何か変わったのか、変えられたのかよ。確かにまだやりきれていないことはある。だからといって君のように人が人を裁く道を肯定することはできない。認めるわけにはいかないんだ。もう一度聞く。それでも気持ちは変わらないか。いい加減この問答にも飽きてきたな。そうか。ならばこうするより他に道はないということだな。そういうことだな。んじゃ行くぜ。騎士団の流儀見せてあげるよ。ほら、せい、あった、小川さん、飽きたぞ。魔人連合団。
らめく鮮烈なる刃、未然の闇を鋭く切り裂き、あだらす者をみじんに砕く。決まった、断行漏洩陣。これでどう？ファーストエイド。これでどう？天あった天ショック無駄だ。天あった瞬人剣天戦集落ソハガオーゲカ術で行こうよ。アサダンカ総発遺伝一気に片付けてあげる。アゲンローザン総発遺伝無念。ざっとこんなもんだ。腕を上げたな、ユリ。お前もな。互いに背負うもの、守るべきものができた。あの頃とは、そこが決定的に違うのかもしれないな。それでも、目指してるもんは同じ。だろ。ああ。そうだな。なら、互いに歩いていこうぜ。お互いの道を、お互いのやり方でな。ユリ、エステリーゼ様のことを頼む。お、エステルのことは諦める気になったのか？そういうわけじゃない。ただ、そうだな。道が一つじゃないと、気づいただけだ。へえ、そりゃ。でかい一歩を踏み出したみたいだな、フレン隊長殿は。からかうなよ。へいへい。準備が整ったわ。ええ、それじゃあ依頼として登録するね。私も行っていい？いいわよ。でも念のためにもう一人募集した方がいいかな。そうね、腕に自信がありそうなやつ募集しといて。なんだかあっという間に随分遠いところまで来ちまったよな。なんだいきなり、随分しんみりしてるじゃないか。無理もないさ。リッドはもともと食事と睡眠が仕事みたいな生活をしていたんだ。世界のために先陣を切って戦うなんて、本来は一番縁遠い人間だろうな。なんだよその言い方、俺のことバカにしてんのか。まあまあいいじゃねえか。とにかくこうして俺たちはみんなで力を合わせて戦ってる。それは多分多くの人の助けや未来につながる戦いなんだと俺は思う。確かにちーっとばかしスケールのでかい話になっちまったかもしれねえが、結果的にみんなが幸せになるんなら俺は最後まで戦うぜ。いつも思うけど、ピタリってたまに物語の正統派主人公みたいなことをごく自然に言うわよね。でもそうね、あんたのそういう考え方嫌いじゃないわよ。
顔も知らない。だけど、この世界に確かに存在している誰かのために。そして、何よりも、私たち自身のために。きっちり戦い抜こうじゃないか。私たちにできる精一杯でさ。どこかの誰かの未来のためにか。そうだな。どうせだったら、結末はとびっきりのハッピーエンドにしてやろうぜ。当然だな。はあ、俺たちは一人じゃない。必ずやれるさ。それどういう意味よ。だから僕がここにいることで余計に君に迷惑をかけないかって。はあ、私が一度でもそんなこと言った？言ってないでしょ。それは多分僕に気を使って。だーもういいえ。そう思いたいなら思ってればで手にどこにでも行っちゃいなさいよ。ルカのバーカバーカバーカ。お前さ、あれどう考えたってまずいだろう。だってイリアはいつも僕といるとイライラしてるみたいなんだ。迷惑ばかりかけて嫌な思いさせて。僕見てらんねえぜ、こりゃ。どうすっかな。やあ。
レッツクランドン。えいっしょっしゃ、行こうよ。えい、逃がさないわよ。えい、えいっしょっしゃ。クロエ、どうよ。逃がさないわよ。豪将来、えいっしょっしゃ。クロエ、どうよ。逃がさないわよ。えいっしょっしゃ。クロエ、どうよ。逃がさないわよ。あっ、えいっしょっしゃ。えいっしょっしゃ。クロエ、どうよ。逃がさないわよ。えいっしょっしゃ。クロエ、どうよ。逃がさないわよ。しっかり見てなさいよ。うん、あたしの実力よ。嫌だよ。相手間違ったんじゃない？